ものに、クスは、はく。この足は軽快に日本足で移動し、かなり速く走ることが可能で、彼らの住む、開けた乾燥した平原では有用であったのだろう。頭骨は小さく、葉は点在しており、昆虫や、トカゲや哺乳類などの小動物を食べていたことが、示唆される。大きな目を持っており、霊涼で捕食者の少ない夜間の狩りが可能であったと、見られる。 モノニクスはもともと1993年にモナニカスという綴りで名付けられた。しかしこの名はドイツの生態学者ヨハン・シュパルにより、甲虫類にすでに使用されていたため解明されることとなった。想像図モノニクスは小さな恐竜で体長はたった1メートルほどである。他に鳥のような融合した手首の骨と竜骨状の胸骨で特徴を付けられる。 骨盤の三角形の断面やつま先の骨のプロポーションの違いなどを含む様々な骨格上の詳細な際によって禁煙種であるシュブイアやパルビクルソルと区別される。ものに、クスは現在標本番号 IMN107-6 の単一のホロタイプ標本で表される。この標本は王角、部分骨格、完全な脳箱を含む頭骨の小辺のみで構成される。 いくつかの他の標本が後にものに、クスのものと誤って分類されており、これには部分的な親、独特のほぼ葉のない完全な頭骨が含まれている。しかしながら、これらの標本は後に、新しい属渋谷に再分類された。これゆえ絵画や博物館の骨格展示のものにクス復元は、実は大部分渋谷に基づいていることになる。 物には、ワックスは1990年に公式に記載されたが、この属に所属すると見られる化石は、何十年も前のアンドリュー隊の遠征で、発掘されていた。アメリカ自然史博物館に所蔵される、この標本には単に鳥に似た恐竜とだけラベル、されている。しかしながらこの属に関する他の標本の再検討と、時代の違いから、この標本は、物にクスではなさそうである。 ものに、クスは、その禁煙種と共に、アルバレスサウルス科のメンバーであり、非常に奇妙な、長さ約7.5センチメートルの大きな一本の爪を持つ、ずんぐりした腕を持つ。他の二本の爪は消失している。これらの高度に特殊化した腕の用途は未だ謎であるが、アリーズ化を壊すのに使い、主に昆虫を餌にしていたと示唆する科学者もいる。 物には、くすはよく羽毛をまとった姿で復元される。実際に禁縁種の渋谷では、羽毛の後の化石が発見されており、アルバレスサウルスカは羽毛もしくは毛で覆われていた、系統であることが明らかになっている。ありがとうございます。